豊田史郎は日本の映画監督。多くの文芸映画を作り、文芸映画の巨匠と呼ばれた。京都府京都市生まれ。父は鉄道会社の重役で裕福な絵に育った。幼い頃から体が弱く、小学校に入学する頃に肋骨カリエスにかかった経験がある。中学校卒業後、東京にいた長兄を頼って上京をする。1924年に、 松竹鎌田撮影所に入社し、島津や須次郎に、指示、やがて島津の助監督となった。脚本家志望だった豊田は、松竹に入社するときに脚本を書いて持参したが、その脚本が、島津監督に、言うの金として映画化される。1929年、佐藤春夫の小説、賠償不まりを下敷きにした、自作の脚本による、彩られる唇で監督デビューする。 しかし、次に取った、友愛結婚などが、工業的に失敗し、以降5年間再び助監督生活を送ることになる。1935年に、3人の女性で、監督再デビューする。1936年、帯名立体の誘いで松竹を退社して、東京発生映画製作所に入るが、作品には恵まれなかった。しかし、1937年、 石坂洋次郎のベストセラー小説を映画化した若い人が工業的に大成功、キネマ順当ベスト展第6位にランクインされて認められるようになった。以後、林文子原作、泣き虫小僧、伊藤英之助原作、うぐいすなどを発表。1940年にハンセン病患者を献身的に治療する女医の姿を描いた小島の春を発表。 キネシュン1位にランクインされたが、ハンセン病の誤った知識や対処法を原作通りに描いたため、批判も多い。同作は難病映画の第一号とされ、患者の一人を演じた進撃の女優、杉村春子の演技が映画女優に大きなショックを与えたと言われる。戦中は、国作映画、若き姿などを監督。戦後はしばらくスランプを味わっていたが、 森外の名作を映画化したガンデスランプを脱出。1955年に小田作之助の代表作を映画化した夫婦全財を発表。高い評価を受けトヨタの代表作となった。以降は東京映画が活動の中心となる。谷崎潤一郎原作、猫と肖像と二人の女。 川端や須成原作、雪国、滋賀直屋原作、安夜航路、長井花風原作、木刀木炭など多くの文芸作品を発表した。また、1956年には、東方と香港の少子不死の共同制作の、白夫人のあやかしいも制作。1958年には、駅前シリーズの第一作となる、駅前旅館を監督。 後に2本の同シリーズ作品も監督した。1971年に心筋梗塞で倒れて意識不明の状態が数日続くが奇跡的な回復を遂げ、1973年に4年ぶりの監督作、甲骨の人を発表。有吉沢子のベストセラー小説の映画化で認知症老人の姿を描き、工業的にも批評的にも成功した。ただし、 この映画では、豊田はほとんど撮影現場に姿を見せていなかったことを、主演の高峰秀子が、後の著書、私の都政日記で記している。1977年11月13日、俳優、北王子金也の結婚披露を演中に、心臓発作で倒れ急性。71歳を打つ。女優へのしごきは人一倍、厳しかったという。豊田映画には、森重久屋をはじめ、 淡島千景、池部亮、淡路恵子、山本富士子、慶町子、杉村春子、芥川博士などが、常連俳優として活躍した。ありがとうございます。